タイヤが真上通ったりとか、その巨大なタイヤが本当にバウンドして、あの対向車線からこうトレーラーのですか、なんかタイヤが上パンパンパンってちょうど真上通ったりとか、これ当たったら死ぬなと思って、まあ、あれ全然もうしかも5、6頭いつも死んでますよね。そんな田舎なの、そのスクラントン。はい、スキーができるところで、うん、で裏山が、まあ、球場の裏山で熊が出るって、熊が出たとか言うと、うん、なんか小さい拳銃持ったおっちゃんが回るんですよね。で選手はあれでは殺せねえだろうっていうのを言ってましたね。死にそうになったのはタイヤとかですかね。あとはまああのやっぱりデトロイトのカジノ行った時の雰囲気はちょっと人生かかってる人がたくさんいるなっていう、もうまあ相当集中してますよね皆さん、こう楽しい雰囲気じゃないっていう感じですかね。